ハッピースクール。はるかの宿題の丸写しだけは阻止しろ。というわけで、放課後です。明日勉強会するんかな。でもだとしたらさ、この放課後の帰り際で何かもう一つぐらいイベントがありそうな気がするな。この勉強のイベントの前にさ、そんな気がする俺がいます。どうなんだろうな、わからんけど、ドタバタしつつも授業が終わり、放課後だ。委員長と黒薙が相変わらず水座をめぐって論争を繰り広げられているようだが、俺は気にせず帰ることにした。まだ水座の話終わってなかったんか。とそこへ、高崎くん、ちょっと待ちなさい。あれ、いきなり委員長。あれ、俺が前回のパートでおっぱいおっぱい言ってたからさ、委員長の方からおっぱい見せに来てくれたんかな。なんだろう、でも話する、明日のことについてかな。委員長のお呼びがかかった。まあ、なんでしょうか。勉強会の方かな、勉強会のスケジュールの打ち合わせかな。嫌な予感、嫌な予感。嫌な予感なんか起きるんかこれ。俺委員長好きだからな、委員長になんか頼まれ事したらはいで二つ返事でやってしまいそうやな。委員長にさ、焼きそばパン買ってきてって言われてもはいって言いそうやもんな俺。委員長の養分になるんだったら、その焼きそばパンが委員長の養分になるんだったら、俺は進んで買いに行きますよ、焼きそばパンぐらい。今日の教室掃除当番高崎くんだったわ。あ、そういうことかい。やりたくないだけかい。当番はちゃんとやらなきゃいけないよ高崎くん。そうだったのか、初めて知ったぞ。絶対知ってたなこれ。という言葉を飲み込んでうなずく。じゃあよろしくね。そうはないわ、これは当番だったら仕方ないわ。当番はいいとさ、こういう当番ってさ、一人ではやらんよな。だいたい二人三人とかそういう人数でやるよな。一緒に誰がやるんだろう。そう告げると委員長は教室を出ていく。サボるなよ高崎。高崎ではなかった、え黒薙ではなかった、一緒にやるんは。その後に続く黒薙。ちょっと待ちな。あんたそんだけ堂々と出ていかれたら、お前当番じゃないと思っとっただろお前。当番じゃないと思うだろうがお前。委員長の検問は通り抜けできません、残念でした。もう ETC かのごとくさ、すんなりと通り過ぎようとしただろお前。マジか、落ち着け。 ETC の料金所かってぐらい通り抜けスルッとしようとしようとだろお前。そういえばそうだったな。とりあえずそれから俺と黒薙はみっちりと教室掃除をする羽目になったのだ。床をほうきで吐く俺。なんでこんなさ、むさっくるしい悪友と一緒に掃除しなあかんのだろうな。どうせならもっと可愛い女の子と掃除したかったよ。掃除している間にさ、ごめんみたいな感じでさ、なんかちょっとぶつかり合ってさ、そっからさ、何か会話が進展してさ、なんか、あれ何々さん、君これ好きだったのかみたいな感じでね、ふと見たストラップ、携帯のストラップに自分の好きなものだったりして、そっからそういうものから話が膨らんで、なんか仲良くなって携帯交換して休日に会ったりしてデートして、ワオ！窓と窓を雑巾で磨く黒薙。というわけで、俺たちは今、複雑な面持ちで教室を掃除しているのだ。しばらくの間、俺たちは真面目に掃除に取り組んでいたが、なあ、高崎。黒薙が俺に話しかけていた。なんだよ、分担交代しようぜ。どうしてだ、こんな半端なところで。どうやらこの雑巾、誰かが牛乳を拭いてしばらくの間放置していたらしい。ひどい匂いだ。そういうのって一回放置されると後で洗っても匂いあまり取れないんだよな。牛乳ね。
お前じゃないのか。それを踏まえた上で窓拭きやらないか。誰がやるか、ボケ。やらねえよ。そんなこと聞いたらなおさらやりたくねえよ。それよりせめて言ってほしくなかったことですね。本当はやりたいって思ってるくせに。そんな顔になるな、お前。思ってねえって。黒薙が手を止めてじーっとこちらを見ている。嫌な予感がしたので、それともなく身構える。その次の瞬間、子供はローに黒薙はいきなり手に持った造形をこちらに向かってぶん投げてきたのだ。何でもかんでも投げる癖やめなさい。俺はとっさに雑巾をほうきで受け止める。水気を帯びた雑巾はそのままほうきにベタッと張り付く。おお、ナイスキャッチ。ナイスじゃねえよ、いきなり何すんだ。なんか投げやがって汚ねえだろ。俺はそのままほうきを振って雑巾を黒薙の方へと返す。黒薙はそれを片手でキャッチする。よし、なかなかやるな。だが今度こそは俺の打球を見切れない。野球が始まった。そう言うと黒薙は雑巾を丸めて投球姿勢を取ってくる。俺も思わずほうきをバットのように構える。黒薙は大きく振りかぶって丸めた雑巾を投げてくる。その大胆なフォーム、純粋にスピードで勝負を潰すつもりだな。だがな、軌道が見え見だぜ。そこだ。俺は狙いを定めるとほうきを振って雑巾を打つ。確かに命中した。だが黒薙の口元には不敵な笑みが。なんと雑巾は黒薙の方ではなく高く真上に跳ね上がったのだ。変化球だと。読みが甘かったな、高崎カット。略して高と。そうか、あのフォームはフェイクだったのか。気づいた時にはもう遅かった。雑巾は教室の高窓から廊下へと放り出されてしまった。やったー、何の勝負だよ。ちくしょう、ここで逆転さよなら負けか。何の勝負だよ。高崎の思考は正直すぎて予想しやすいな。こういう勝負は致命的だぞ。なんてことだ。俺の思考パターンはすでに把握されているのか。球場の土でも持って帰ろうと思った、その時だった。なんかそんな気がしとったわ。誰かにぶつかるような気がしとったわ。この声は、この声は。ふと廊下の片方からひまえが上がる。しかもこの声は、そう思う間もなく頭に雑巾をかぶった女性とが教室へと入り込んできた。あなたたち一体何をしているのかしら。あ、シノのいいとチース、チースチース、頑張って勉強、頑張って掃除してますが、ちょっとね、頑張りすぎてね、雑巾までエキサイトしちゃいましたよ。わかりますよ。掃除ってですね、エキサイトしすぎるとね、雑巾がね、エキサイトしちゃうんですよね。わかるでしょ。委員長、帰ったんじゃなかったっすか。綾瀬先生に頼まれて掲示物貼り付けてたのよ。それで掃除は。あの委員長ですね。ね、知らないですかね、委員長。最近の掃除ってね、頑張りすぎてエキサイトしてね、掃除道具までエキサイトしちゃうんですよね。だからね、この雑巾もエキサイトしすぎて教室から場外にエキサイトしちゃったんですよね。意味わからないかもしれませんけど、そういうことなんですよ。わ、本当ですよ。高崎、そうだ、相当エキサイトってカメライダーエグゼイトが始まるからな。ちょ、どうしてそこで俺に振る。こたつはいいからさっさとやりなさい。はい。こうして俺たちは委員長指揮のもとみっちりと掃除をさせられることとなった。それにしても黒薙、人には読みが甘いとか言っておきながら、こうなる可能性を全く想定できなかった時点で、お前も十分読みが甘いぞ。
なんかさ、打ち返してそれが飛んでいって女の子に当たるかなってところを想像できた。それは多分院長だろうなっていうことも想像できたわ。俺はお前らよりも俺の方が一枚上手だったな。ようやく終わった。外が真っ赤になっているな。いつになくハードな掃除だったな。二人ともご苦労様。いつもこれくらい頑張ってくれるといいのにね。掃除はハードだったけど、シノノンのおっぱいは多分ソフトなんだろうな。もう勘弁してください。さすがの黒なぎも委員長にはお手上げのようだ。まあとにかく無事終わってよかった。じゃあ解散ということで。ちょっと待ちなさい黒なぎくん。おお黒なぎ、お前なんか委員長にやばいことやったんじゃないの。やばいことやったんじゃないの。お前呼び止められるって俺一人で帰っちゃうもんね。あ、そうか、ついさんをね。これちゃんと片付けてね。え、せっかくこれであの教師の面を釣り上げてやろうと思ったのに。定額だな、それ定額だな。そんなことに使う予定だったのかよ。いいから持って帰りなさい。分かったわね。はーい、仕方ない、部室に置いておこう。黒薙は残念そうな顔で釣り座を持つ。物質ってどこだよ。じゃあこれで掃除は終わりだな。お疲れ様。俺はカバンを持って帰ろうとしたが、委員長はなぜか動こうとしない。あれ、これはもしかして、もしかしてだけど、やっと二人きりになれたもんねみたいな、そういうパターンではないですか。あれ委員長、あシノノン、あ委員長はニコニコしながら教室を見渡している。委員長どうしたんだ。え、俺と委員長の二人だけのターン。ううん、なんでもないわ。なんなんだよその言い方、なんだよその言い方、意味ありきじゃんかよ。なんでもないことはない時の言い方だよそれ。高崎くん頑張ったわね。いや、やばい、おい黒泣きの前では見せないこのこのデレデレしたシノノンが見えているよ。え、委員長は俺の目を見つめると人差し指を立てて言った。75点。え、ただし今回は家庭も考慮しての結果ね。これからもこの調子で頑張ってね。点数つけねえんじゃねえよお前。俺に点数つけるなんていい度胸してんな。委員長っていつも注意だけしかしないイメージがあったが、決してそうじゃなかったんだなぁというか、そう見えるのは黒なぎと俺が騒ぎすぎなだけか。おう、まあ気が向いたらな。意外な委員長の励ましを受けれただけでも頑張った甲斐があったのかななどと思ってしまった。そんな放課後だった。脈あり。ちょっと委員長さ、俺に気があるじゃないのって。俺はモテない男子だから勘違いしてそう思っちゃうことにします。脈ありですねこれは。俺はドブロック精神、ドブロックの心を身に染みているからな。もしかしてだけどってなるからな。もしかしてだけど。黒なぎ、その釣り竿家からどうやって持ってきたんだ。いや、釣り竿の話まだ引っ張るんやな。もう釣り竿いいんちゃうかな。なんかさ、準レギュラーになってるぞ釣り竿が。あ、普通にこうやって持ってきたんだが目立たないか。釣り吉三平みたいな感じになったのかな。全身タイツのナイスガイよりはマシだろ。そんなやついるわけねえじゃねえか。そりゃそうだろうが。時々こいつの思考回路についていけなくなる時がある。バカだな。下駄箱から靴を取り出す時、黒なぎは思い出したかのように俺に聞いてきた。あのさ高崎、今夜はどうする。今夜休日か。そう、俺と黒なぎは翌日が休日だと時々どちらかの家に行って明け方までバカ騒ぎをすることがあるのだ。しかし明日は委員長たちとの勉強会がある。こ
今回はやらない方が無難だろう。明日は寝坊したらまずいし。そうか、残念だな。委員長だからな、遅刻したら何をやるかわかんないぞ。まあ今夜は明日に備えてお互い早めにね。じゃあ俺は一人で一晩耐久ゲーセン巡りの修行でもするかな。お前バカなのか。おい、ちょっと待て。今夜、新しい格ゲーが解禁されるらしいからな。下見の意味も兼ねてやってくるぜ。お前、そんなことして明日はちゃんと。待ってろ、入格ゲー。俺が一晩でクリアしてやるぞ。明日、委員長に怒られている黒薙の姿が見えるぜ。待てよ。もしかしたらさ、委員長さ、あんたって人はみたいな感じでさ、とうとう寝技とかに繰り出してくるかもしれない。お仕置きとして寝技とかを繰り出してくるかもしれない。なんか絡んで、なんか柔道的な寝技を繰り出してさ、もう関節決めてくるかもしれない。その関節を決めている間にもしかしたら体の一部が委員長のおっぱいに当たるかもしれない。黒薙、お前そういうところを狙ってるのか。そんなことを叫びつつ黒薙は走り去っていった。嵐のようなやつだった。でも明日は委員長に怒られてどんどん勢力を弱めていくんだろうな。あいつもし寝坊しても助けてやらないからな。外はすでに夕焼けで真っ赤だった。校庭に差し掛かった時見知った人影を見つけた。はるかかな。あ、はるか。今帰り。胸に並んだその4文字なんすかね。A S K D ってなんですかね、これ。アスカデストロイヤーじゃ。アスカデストロイヤーでないかお前。A S K D っていうさ、この4文字並んだらさ、この K と D の間に E が入りそうな気がするよな。アスキッドって尋ねたって意味の英語なんやけど関係ないんかな。あんま何なんだろうなこれ。何の4文字なんだろうな。ああ、はるかは部活か。何部だったっけ。陸上部。うん、でもそろそろ終わりだけどね。あ、バスケット部。あ、バスケ部か。そうよったっけ、あれよったっけ。はるかはバスケット部所属だ。もともと頑張り屋で放課後部活に費やしているはるかだが、最近はレギュラー入りするために特に頑張っているらしい。そういえばそろそろ部活終わる時間帯だよな。そうだ、はるか、一緒に帰らないか。いいけど、まだ僕ちょっと片付けあるよ。それくらいなら待ってるよ。構わずに済ませてきてくれ。おお、青春の1ページだ。まさに青春の1ページ。幼馴染との2人っきりの下校、まさに青春の1ページではありませんが。そう、悪いね。それじゃあすぐ片付けるから待っててね。はるかはそう言うと元気よく飛び跳ねるようにして部活へと戻っていった。あ、うん、誰誰誰。え、これもしかしてはるかちゃんか。誰だよ。ちょっと絵柄だいぶ変わってないか。あー、髪型はまだ分かるけどさ、髪の色がなんか濃さ変わっただろ、いきなり。なんだ、光の当たり方の加減でこんな色変わるもんなん。なんかだいぶキャラが変わったんやけど、誰ってなったわ、お前一瞬。まあ、なんだ、はるか、部活お疲れ様。実はそれほどすごいこともしてないけど、部活は僕の日課だから。ほんまにこれはるかか。自分のことははるかだと思っている別の誰かじゃない。なるほど。しかし気になることがある。それはバスケット部っていつも何してんだ。普通の練習だよ。シュート練習とか模擬戦とかさ。バスケ部な。ちなみに刹那圭介はね、中学生の時サッカー部、中学生の時野球部、高校生の時バレーボール部っていうね、学校が変わるたびに部活を変えてたタイプの人間です。
そうか、普通なのか。普通です。まあその前にもちろん準備体操と柔軟と校庭2周したりするけどね。校庭に出て走るんやな。そこまでしたら本題に入る前に使えるって。いやそんなもんやで、運動部ってやっぱりすごいんだな、運動部って。さらにはるかはそれに加えて自分独自のメニューもこなしているらしい。得意なものを一生懸命することはもちろん、苦手なものに対しても徹底的に取り組んで克服していく。真っ向から向かっていくその態度は俺から見ても立派なものだと思う。正直はるかぐらい頑張っていればレギュラーぐらいすぐに選ばれそうな気がするが。カズト、どうしたの？急に黙っちゃってさ。いや、なんでもない。それよりもさ、はるか、絶対にレギュラー入りしろよな。俺も応援してるからさ。おお、幼馴染の男からの熱烈な応援、青春ですね。いいですね。不意のことにはるかは少し驚いた表情を浮かべたが、うん、僕頑張るよ。いいなあこういう関係。満面の笑みでうなずいてそう答えたのだった。そういえばさ、カズト、なんだ今日の夕ご飯何にするかもう決まっちゃった？いや、まだだけど。そういえば一人暮らしなのかな、カズト君は。じゃあさ、カズトの家に。うわあ、幼なじみ、幼なじみらしいことしようとしてる。はるかちゃんが幼なじみみたいなことしようとしてる。幼なじみだけどさ、料理できるんか、はるかちゃん。いきなりお待たせとか言って手に持ってきたのがカップ麺だったら承知しないぞ、お前。ああ、それじゃ頼むぜ。できるのかい？翌日が休日だと、時々はるかは夕食を作りに来てくれるのだ。何でも新しい料理をいろいろと試したいんだとか。あいつ、新しい料理。大丈夫かね、食器の相馬みたいな下手者な料理出してこんだろうな。カズトの家、今ひき肉ある？あ、そうだな、ひき肉今はないけど、なんなら黒なぎのことをひき肉にして持ってきてもいいぜ。いや、なかったな。よし、じゃあこれからスーパー寄ってこ。ハンバーグ作るんかな。お、了解。こうして俺たちはスーパーに寄って食料を調達したのだった。はあ、ようやく着いたぜ。はるかずキッチン、はるかずキッチンが始まるぞ。俺は食材が詰まった白いビニール袋を置く。あ、カズト、牛乳と卵は冷蔵庫にしまっておいて。お、言われた通り俺は食材を収納していく。キャベツに納豆に、中身を覆い尽くしてガラ空きだった冷蔵庫がどんどんと蘇っていく。あのさ、カズト。ん？なんだ？昨日の夜、何食べた？人参。うさぎか、お前は。だけ？ああ、他に何もなかったからな。丸かじりも、おつなものだぞ。はるかもたまにはどうだ？人参混じりか。せめてドレッシングとかマヨネーズつけろよ、お前。じゃあ、前の日は？その前はなぜか部屋にあった梅味カップラーメン。何その色物商品。結構うまかったぞ、割とおすすめ。どこで売ってるのさ、そんなの。知らん。その前の日は確か非常食用の冷凍飯を焼いて食べたんだっけかな。非常食を非常事態じゃないのに食べてるからな。カズト、食料少なくなったらちゃんと買い足そうね。はは、心配されてるわ、幼馴染に。はい。
わあ。じゃあこれから何か作るの？かわいいエプロン姿じゃないか。わあ。制服の上からってのがなんか大空馴染み感感じるな。将来的にはこんな感じでいつも台所に立ってくれている存在になるのかもしれないな。わあ、攻略対象になったらな、そうなるかもしれないな。はるかは鍋に水を入れてお湯を沸かし始める。そしてまな板を取り出して野菜を切っていく。俺も何か手伝うことないか？じゃあこのキャベツ千切りにして。あ、これは無理です。千切り、料理したことない男子高校生に千切りって言葉を使わせるな、お前。おう、任せとけ。千切りってどういう切り方なん？俺分からん。俺は焼切り包丁で、なきり包、な、何包丁かも分からんからな、これ。何包丁って読むかも分からんからな、俺これ。キャベツを刻み始める。しかし、これが意外と難しい。普通に切っていてはキャベツの厚みが均等にならないのだ。それでもなんとかこなしていき、すべて切り終わる。その時だった。少し間違えてキャベツのいつもの 1.5 倍の太さで切ってしまっていた。いくらなんでもこれは太すぎるな。はるかの太ももみたいな太さだな。千切りなのだから一つのキャベツを千分割ぐらいするぐらい細かい切り方でなければいけないはずだ。俺は太く切れた部分に再び包丁を入れる。あ、今度は太くなりすぎた。どうしよう。よし、今までのこの細いのに合わせればいいのだ。そう気づいた俺は再びキャベツを刻み始める。もうわかる。エンターキーを押していかなくてもわかる。失敗作ができた。キャベツの千切りだ。ちょ、カズト、それ千切りというより細切れ。確かに少し細かくしすぎたとは思うが、それほどでもないだろう。だってそれミンチよりもひどいじゃないのさ。切ったというよりがなんかさ、すりつぶしたみたいな感じだったの。気のせいだ。コッパみじん切り。うむ、きっと気のせいだ。俺がキャベツの千切り一つまともに作れないというのも気のせいだ。これは千切りなんだ。ちょっと細かい千切りなんだ。さて、ところではるか。何かね。他に何か手伝えることはあるか？そんな動画で言われて言うことではない。もうカズトはテレビでも見て休んでて。はーい、そうしまーす。はーい。俺は遥かに背中を押さえつつ台所を後にした。これはあれか、何も手伝わない方ことが最大の手伝いになるという意思表示なのだろうか。戦力外通告。止まれ。時間を持て余した俺は今の方で薬で置くことにした。さて、何かいいテレビ番組はやっていないかなと。しばらく経った時、台所の方からいい匂いが流れてくる。そして間もなく遥が料理を運んできた。立つとできたよ。運ぶの手伝って。お、了解。立ち上がると俺も台所に向かってはるかの手伝いをする。ほどなく今のテーブルにはるかの手料理が並ぶ。で、はるか、今回のメニューは一体何なんだ？ハンバーグっぽかったな。ミンチ肉がひき肉を使うってことはハンバーグかなって。名前も知らない料理作ったん？名前も知らない料理作ったん？とんだ天才だな、お前は。見るとスタミナがつきそうな炒め物と中華まんじゅうのようなものが並んでいる。見栄えもよく美味しそうだ。おお、いい感じじゃないか。冷めないうちに食べよ。お
そうしよう。そうして俺たちは少し遅めの夕食をとって一緒に片付けをした。その後はるかはしばらく俺と一緒に謎の UFO 番組を見ていたが、9時前に帰った。さて今日も見たい番組も特にないしな。寝るか。寝ます。寝ました。なんだこのタイミングで。で、電話、一体この時間に何なんだ。はい、高崎ですけど。おう、高崎か。あ、ちょっと聞きたいことがあるんだが。お前、しばかれてえのか。お前、こんな時間に電話したかってしばかれてえのか。ほんまにミチにしてやろうか。今度み、ひき肉あるって言われたらさ、黒投げのこと、お前のことをミチにして、あるよって言ってやろうか、お前。なんだよ、こんな時間に。俺にとっては大切なことなんだ。なんだお前、清楚な院長系の女の子のパンツは何色が適切かとか、そういう質問だったらぶん殴るぞお前。とりあえず行ってみろ。一体何が聞きたいってんだ。ビスケットとクッキーとタブレットってどう違うんだ。お仕置き確定。じゃあ一生眠らなきゃいいよ。説明してあげるんじゃ、説明してあげるんじゃ。これ講義的にはみんな一緒のものを指してるんだよ。小麦粉にバターとか卵黄とか砂糖とか入れて焼いてあるしな。じゃあなんでそんなにたくさん名前があるんだよ。ビスケットはイギリス英語、クッキーはアメリカ英語、サブレはフランス語だよ。こんにちはとハローみたいな違いと思ってくれりゃ。こうなんじゃ。あ、そういうもんなんじゃな。さすが雑学博士、頼りになるぜ。そりゃどういたしまして。寝ろ。わかったからにはもう寝ろ。ちょっと待て。どうして俺がこの時間に焼き菓子の話をしなきゃならんのだ。そう思うと少しだけ腹が立ってきた。よし。でもさ、こんにちはとハローって講義的には一緒だけど、競技的な意味は違うんだよな。マジか。さらになんか膨らめていく。ああ、ハローの方が意味合い的にはフレンドリーっぽさが強いだろ。それと同じで微妙なところで違うことがあるんだぞ。例えばどこが。さあな、それくらい自分で調べろ。夜も遅いんで俺は寝るぞ。おっと、これは気になって夜も眠れない状態に突っ込んでいって、明日委員長に遅刻したところを怒られてわっはっはーって見て、それを見て優越に浸るカズト君の姿が見えてくるぜ。ちょっと待ってくれ。じゃあせめてクラッカーもビスケットとかと同じなら子だけ教え。うるせえ。わあ、これは黒薙、明日は遅刻ですね。確定ですねこれ。明日、7月2日、明日になりました。土曜日です。うどん記念日。あ、そうだ、うどん記念日で休みか。そうだったわ。校長先生、ありがとう。今日という休みが迎えられたのは、あなたのおかげです。校長先生、ありがとう。あとポスターに貼られている桜さん、ありがとう。